そんなに寂しかったん？気づかなかったよ。許して。もちろんそうだよ。いいものはどこにあるかわからないよ。だからいろんなところを見てるの。メガネだって立派なおしゃれアイテムだよ。あなたはメガネかけてるうちとかけてないうち、どっちが好き？そこで切られたら気になって買い物どころじゃないよ。気になって気になって一歩も動けない。何？大きな声で言ってくれないとわからないよ。ちょっと声大きすぎたよね。ごめんごめん。あなたを見てるとどうしてもからかいたくなっちゃうんだ。でもさすがに今のはからかいすぎたね。お詫びにお昼ご飯ごちそうしてあげるね。アイスでもクレープでも何でも好きなもの言っていいよ。アイス美味しい。濃厚なバニラにイチゴの甘酸っぱいソースがぴったりやね。あなたのアイスは何味だっけ？美味しい。確かにこれはお腹いっぱいになるね。食べさせてくれるん？ああ、それなら惜しいことしたな。せっかくのチャンス潰しちゃった。もう一回お願い。あなたがあんまり美味しそうに食べるからつい。うちのアイス一口あげるから許して。いちごが一番濃いところだよ。あーん、多くなかったらいいの？え、必死に否定してくるかと思った。アイスが服についちゃったから拭こうと思って。もうそういうのは気づいても黙ってるもんだよ。